おい、おい逃げんなよ、逃げんなよ。じゃあもう警察呼ぶ、どうしよう。もう呼ぼうか、一応警察呼ぼう。逃げてる、やばい。逃げられた、逃げられた。まあちょっとね、もう一件とりあえずあるから、もうそれも今日決まってるみたいなんで、今大地が進めてくれてるから、センターで。はい、っていうことで2件目待ち合わせできたんで、今もう速攻で向かってます。案外いけんねんな、そんなすぐ。そうやな、今すぐ欲しいっていう人も結構おるから、向こうも結構対応するんじゃない、分からへんけど。で、ちゃんとほんまに危なかったら来てな、俺ちょっと手上げんのとかもそんな現場に立ったら忘れるから。ああ今回も結構抑えめで行って、うん、まあ理解してくれたら、目的としては、まあそうやな、そこやな、減らすっていうか、ちょっとでも分かってもらえる、やめてもらえればいいっていう感じやから。うん、はい、ということで今回ちょっと場所を指定、向こうがしてきたんで、そこに取りに来てます。タイミングで、まあ、これを機にやめれるように話持っていけたらなと思うんで、まあ、ちょっと様子見て喋っていきます。はい、はい、あ、来たな、多分。あ、どうも、あ、そうです、そうです、はい、始めましょう。あれ、どうしよう。あ、そうなんです、今回とりあえず1個で、まあ、今後正直付き合いさせてもらいたいなと思ってるんで、まあ、ちょっといろいろ逆にちょっと話とかも聞けたらなと思って、はいはい、で、その個数やっぱ多かったりとかしたら、はい、なんかこう金額とか下げてもらったりとかも。そうですね、まああんまり職員の方がいきなりっていうのはないんですけど、まあ取引なんかしていただけたりするんであれば、まあ、そこも考えてはいるんですけど。でもお兄さん結構若いですよね。まあまあまあ、そうですね、一応まあ大学。あ、じゃあなんか バイトみたいな感じで。いや、バイトっていうか、まあまあまあ、ちょっといろんな経緯はあったんですけど、お小遣い稼ぎじゃないですけど、分かればそういう、まあ楽っちゃ楽なんで。あ、正直稼げます。まあまあ普通にどっかで所属してバイトっていうよりかは、まあ余裕でなんかですね。ごめんなさい、僕今回ちょっと初めてで、そのツイッターからとか、はい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 、もうあちこち行かれたりとか。まあまあ結構ツイッターなんで、まあいろんな方がいるんで、まあ情報をちょっと見て、まあ、行けそうかなと思ったら割と行ってますね。ちなみになんですけど、マリファナ以外のなんか薬物はなんかもうもらったりできます、今後。いや、僕はもうマリファナ一択ですね。あ、マリファナだけで進めてます。あ、そうなんですね。はい、それ以外はもう全く触ってないですか。全く触ってないですね、僕は。じゃあとりあえずもうこの刀剣キット1回で落として大丈夫ですか。あ、大丈夫なんですけど、ちょっとね、めっちゃ申し訳ないんですけど、はい、今回ちょっと買うつもりじゃなくて。え、どういうつもりやったんですか。結構今ツイッターで流行ってるんですよ。で、それでお兄さんに会える口実を作っただけで。やめましょう。まあまあ、いつかは。いや、いつかはじゃなくて、もう今からやめましょう。はい、ほんまにこれでやめへんかったら、全然警察行って。いや、ちょっと逃げやめてくださいね。今後絶対やらん、約束できます。あ、ごめんなさいね。ちょっと他でもちょっと離れて行ってたんで。もう今後一切やらんとは言ってんねや、うん。学生さんやねん、めっちゃ若いからさ、うん。もうやめんねやったら、別に、顔も出さんし、声も出さんし。ただそれを約束してほしい。はい、二度とやらない。ちゃんとやめれるんですか。頑張ってやめます。新しいアカウント作ってるもんだい、絶対。やめます。結構定期的にやってるんで、これ。
また同じ人とかやったら全然すぐバレるんで。約束できますか？じゃあもうやらんって言ってないやったら一旦もうここで一旦とりあえず、うん、動画も消そう。とりあえず動画も止める、うん、ということで、よかったなんとか。よかったな。今回の人はちょっと動いたから俺も逃げらまた逃げられるんかなって思ってつかんねんけど。めっちゃ真面目そうな人やったもんな。いやめっちゃ真面目。何してる人なの？いやなんか普通に大学生って言ってた。大学生な？大学生が売ってるとかやばいよな。なんかもともと自分がやってて、うん、まあ自分の分も、うん、ただになるからみたいな感じから始まってこう逆にプラスになっていって、あもう普通の仕事はちょっとできへんよなって思ってる。あー、やめれるんかな。やめてくれたらいいねんけどな。まあでもほんまにカメラ外でちゃんと処分してもらったら、うん、広めていくの、まあちょっとでも止めれたらなって、うん、みんな誰でも間違いは一回は絶対あるから、そうやな、まあ、そこをしっかり正していけるようにこうやってできたらなって思って、ぶっちゃけ あんまりやりたくないほんまにちょっと危ない危ないなとりあえず一人はもしかしたらこれで減ったかもしれない。そうやな、まあ、ちょっとでも、まあ、この依頼来て助けになるようなこととか、うん、まあ、相談とか言ってもらって俺らでできることやったら、まあ、やれる範囲は決まってるかもしれへんすけど、優しめでお願いしますよ優しめで今回大地の個人的にもらった相談やったから、うん、インスタの概要欄にもURL 貼っとくんで、そこに探偵系とかこういうの突撃系とか過激系はもう全部大地に依頼してもらったらいいし、うん、他のやつとかは俺のインスタグラムに依頼してもらったらいいし、まあボツになることもいっぱいあるかもしれへんけど、うん、いろいろあるかもしれへんけど、まあ、それでもできる限り動いていって頑張っていきたいと思うんで、ね、ということで今回、売人男突撃企画は終わります。ということでありがとうございました。一緒にいるときに僕のいないところに電話をするっていうところがちょっと怪しいのかなと思って。わかんない。あ、何やもやんのか。付き合ってな。やんのか。何やねん。やんのか。来いよ。来いよ。お前何やねんこれ。お前ええねんお前。何やねんお前。こっち来んなお前。あ、やってまうぞお前これ。おい、おい、これ。